待ってました、ありがとうございます。今日はですね、なんと自分たち初めてこちらにお邪魔してるんですが、なんといつも長野県まで、こちらの方から応援に来てくださってる草野さんが呼んでくださり、駆けつけましたということで、皆さんぜひ最後まで楽しんでいってください。それではLGBT 啓発ライブ盛り上がっていくぜ。 We are the rainbow。アーティストの榊原舞香です。よろしくお願いします。まずは KSC って何だろうって感じだと思うんですけど、KSC とは、長野県で、2008年から、世界中の子どもたちを集めて、国際交流イベント、子ども地球サミットというイベントがあるんですが、そちらから誕生した、世界に通用するアーティストを目指す集団です。でそして、今日はその KSC のアーティスト、高校2年生の KSC アーティストの、安住と一緒に駆けつけました。大きな拍手。まあ高校2年生なんですが、自分はね、こう見えて高校生ではありませんので、はい、そこはお願いします。はい、ありがとうございます。はい、KSC の詳細は、ぜひウェブで検索してください。詳しくはウェブでっていう、古いって言われると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。今はさりげなく俺バカでした。はい、酔っ払いだからバカでした。かなりもう飲んでるので、下北で赤ワインを飲んで、でここで7杯飲んじゃった。ということで、今日ね、長野県から一緒に、駆けつけてくれました、プロの脚本演出家の伊藤さんです。大きな拍手。よろしくお願いします。酔っ払った勢いでギター弾いてます。はい、今日はギターで、サポートしてくれます。はい、そして、皆さんに、質問があります。はい、先ほどちょっとでちらっと、言ったんですが、 LGBT という言葉を知ってる方手を挙げてください。おお、さすが都会ですね。田舎ではないよね、この。田舎ではちょっとなかなか手が上がらないんですね。はい、LGBT っていう言葉は、L レズビアン、
G ゲイ、 B バイセクシュアル、 T トランスジェンダー。ぜひ勉強していていただければ、覚えていただければです。マイカ大丈夫だよ。彼のライブで見てたら俺たち BGM で、 で、はい、酒は思いっきり飲んで盛り上がって、はい、もうそれぞれの時間を過ごすと。なるほど。 LGBT を認めるがとく、それぞれの大切な時間をそういう人で過ごしていただくと。楽しんでいただきます。はい、めっちゃ伺ってます。すいません。はい、ね、LGBT、今説明したようなことのことを言うんですけど、自分、私は、B のバイセクシュアルと、カミングアウトをして、音楽活動をしています。で、まあ、LGBT と言われている方たち今13人に1人っていう数いるんですが、そんな中まだまだ、人知れず、悩んで苦しんでいる人たちもたくさんいます。私自身も、誰にも言えずに悩んだ時期もありました。そして、誰にも言えずに亡くなってしまう命もあります。そんな今の日本を、本気で変えたい、一人でも多くの人を救っていきたい、そんな気持ちで音楽活動をしています。そんな思いで作りました。聞いてください。生きていていいんだよ。木原舞香は、来年の1月9日に、長野県の超ど田舎で、1000人コンサートを行います。はい、今日ね、チラシも持ってきていますので、まだお渡ししてない方ぜひ後で、受け取っていただければと思います。その1000人コンサートを、絶対に成功させて、渋谷区でも有名になっている
同性パートナーシップ条例っていうのを長野県でも絶対に成立させたいなと思っています。はい、今そのために、活動をしています。で、先日 NHK にも出演をしたのですが、その映像も、YouTube にアップしています。Facebook ともども榊原舞香で検索していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、次で、最後の曲なんですが、最後の曲、来年の1月9日の千人コンサートのテーマにもなっている曲です。はい、そして、先ほどね LGBT って説明したんですが、 T、トランスジェンダーって皆さんご存知ですかね。まあ、その中に性同一性障害っていうのも含まれているんですが、今日はなんとね、その当事者で、長野県で活動している、分かりやすく言うとあれだよね、はい、体が女性で心が男性の方です。性同一性障害っていうんですが、その当事者、西澤芽衣という講演家が今日応援に来てくれています。今日サプライズで急遽長野からヒッチハイクで、はい、ヒッチハイクで来ました。大きな拍手で、はい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 、ね、はい、今日は出演予定ではなかったんですけど、サプライズでちょっとね出演していただこうと。はい、長野県から来ました。今日はヒッチハイクで、ヒッチハイクで来ました。はい、西澤芽衣と申します。よろしくお願いします。はい、さっきマイカの話の中にもあったんですが、13人に1人ですね、 LGBT の方が、いる、生まれながらにして、13人に1人はいるんだよって、日本の中でいるんだよっていうことだけ、隣にいるかもしれない、自分の隣にいたかもしれない、そんな風に感じて帰ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということでぜひね、千人コンサート来年の1月9日です。皆さんもぜひ会場に駆けつけてください。よろしくお願いします。それでは、聞いてください。君は一人じゃないから。僕が勇気を振り絞ったら、君が前を向けるなら、僕が一歩踏み出したら、君が笑顔になれるなら。さあ最後、皆さん大きい手拍子お願いします。
時も逃げたくてどうしようもない時もあるでしょう。そんな時は周りを見てほしい。君は一人じゃないから。
私は先ほどマイカが言っていたように、長野県のど田舎から来た高校2年生です。はい、そんな私の夢は世界に行くことです。私には世界で5人しかいない病と戦い続けている友人がいます。その友人の名前は河合里奈と言います。彼女の存在を世界中に広めたい、そんな思いで私は世界に行きたい、そうして KSC アーティストとして活動しています。彼女の病気が治ることを願って歌います。聞いてください。リナ。Okay.
どうもありがとうございました。